厳しい冷え込みの中スタートしました4日間のショートシリーズも最終日の水面上、寒さはだいぶ和らぎました。ボートピア岡部カップ開設16周年記念、最終日穏やかな水面コンディションは続いていますが、ここに来て少しスタートライン付近向かい風が吹いてきています。弱いもののこの向かい風が果たしてどう影響するでしょうか。12レースの優勝戦です。ピット離れ、揃ってコース動きはありません。ここまで順調に勝ち上がってきたのは1番の松下和也、これで4場所連続優勝になりました。前場所は地元で2着、今回は戸田2回目の優勝をかけて陰線となります。2コースは2番のお皿頼宗、勝てば今年5回目 SG への大きなチャンス。3コースには3番の鈴木健一、意外にも今年初優勝、地元で結果を最後出したいところ。4コース角1、今節の中では仕上がり上位級、4番の長谷川満、ポイントはスタート。5コースは戸田は連続輸出、1着なしもここまでさばきは確か、勝ち上がってきました5番の谷本浩二。6コースおよそ6年ぶりの輸出、悲願の初 VA 6番の関徹。優勝戦インコースから1番2番3番4番5番6番ですスタートしました。やや覗いたスタートはアウト勢、5、6コースの2人、しかし内側の確定も伸び返す。逃げる1番の松下、外行く3番の鈴木のまくり、大きく流れた真ん中バッテ5番の谷本、内から刺して2番の皿、しかし1番の松下寄せつけませんでした。逃げました。スタートは前提正常、2番手2番の皿、内から上がってきたのは6番の関、6番の関が直線だいぶ伸びています。さあ2番手らしいに持ち込むが、外を握って攻めて全速旋回から2番の皿がここはかわす、後ろの方ややもつれました。2番手2番の皿、大きく抜け出して3番手は6番の関、内から続くのは5番の谷本。優勝戦2周目に移りました。1番の松下4点進リードを奪います。一旦は詰め寄った2幕でしたが離されています。2番のお皿、バックステレッチでは先頭2番手、ここも4点進差。一方3番手は6番の関の後ろ、1点進半まで5番の谷本が追い詰めています。この後ろ4番の長谷川5番手、最後方離れて3番の鈴木が追走。2周2幕の旋回です。3番手さあ4番の長谷川も追い上げますが、2幕6番の関がなんとかここも振り切ります。5番の谷本まだ食い下がりますが、3、4番手その差は2点進、6番の関は3番手守りまして優勝戦最終周回です。先頭は1番の松下和也、最後のバックストレッチへと移ります。2番手が2番のお皿、3番手6番の関の後ろ、さあここはさらに5番の谷本が差を詰めてきました。3、4番手ほとんど差はなくなって中間地点でほぼ並んできています。先頭は1番の松下和也、インからの逃走劇堂々と押し切りまして通算9回目、とども2回目、そして今年2回目の優勝。3番手最後は接戦、5番の谷本上がってきた。先頭は1番松下優勝合輪、2番お皿合輪、5番6番の順で合輪、4番長谷川合輪、3番鈴木合輪。